待って、時計6時15分でいい？大丈夫？いいよ、はい、マスオ TV です。6時15分です、今。今日はね、普段の僕のリアルなトーンで動画を撮影してみたいと思いますね。今、うーちゃんに撮影してもらってるんですけど、なんか僕さ、動画になると張り切りすぎちゃって、すっごいなんか作ってるみたいだねってよく言われるんですよ。で、ある方の助言を受けたりとか、その妻のね、助言も受けたりして、いつものね、マスオの方が面白いよって言われて、なんか動画の時、なんか歌のお兄さんみたいだけど、なんかあんまり親近感湧かないよって言われてね。それで今日は普通のトーン。でもこれでも若干普通のトーンじゃないよね。そう、若干スイッチは入ってる、ね、若干スイッチ入っちゃう、まあ入るね、なんでなるべくいつものマスオのトーンを心がけて動画をちょっと撮ってみたいと思います。わかんないけどね、とか言ってウェーイってやってるかもしれない。なるもんね、どうせね、僕ね。テンション上がったらいいんじゃない？そのテンション上がったら、そうなんだよ、うん、テンション上がったらそのままで、そのままで、はい、うん、ということで今日はですね、ツイッターでめちゃくちゃバズってたのをやりたいと思います。で、こんなツイートがね、バズってたんですよ。はい、こちら。大体どこのエアコンも前年パネルをパカッと開ける、フィルターを取る、掃除機でホコリを吸う、水洗い、陰干し、フィルターをつけるで OK です。やったことない人はこれだけで相当電気代が下がるはず、ということで、最近ね、電力がすごくね、足りなくなってて、節電しましょうとかね、あとこのままじゃ計画停電になるかもしれないみたいなのがすごい話題になってて、それでシャープさんがツイートしたものらしいんですけど、エアコンの掃除って皆さんします？した？ここ、一回もしてない。一回もしてないよね。僕もそのね、冬はね、なんかたまにするんですよ、1年に数回。でも本来は2週間に1回ぐらいした方がいいらしいんですよ。2週間、そう、やばいよね。で、1年間エアコンの掃除をしてない人と、ちゃんと年2週間に1回ぐらいで掃除してる人で、だいたいエアコンの電力が 25% ぐらい変わるらしいんですよ。めちゃくちゃ大きいじゃないですか。ということで今日は実際にそれを実践して掃除してみたいと思います。僕らにとってね、今エアコン本当にね、重要なんですよね。僕ら今ちびおくんもね、そこにいるんですけど、はい、少し気温が上がるだけでちびおくん汗びっしょりになって辛そうになるんですよね。だからずっとエアコンはつけてるんですけど、なんとなくこのエアコン効き悪いんだよね。最近結構温度下げててもあんまり部屋ね、冷たくならないから、じゃあちょっとやってみたいと思います。はい、1年以上掃除してないこのエアコンの中を見ると、あれ、思ってたより綺麗じゃない？うん、でもそんなことないよ。汚いか。うん、汚い。おお、あ、本当に上がすごいわ。うわー。やばいやばい、あんまり落とさないで。うんうんうん、やばい。うわー。撮ってみたんだけど、前面の方は意外とさ、この埃のつき方で言ったら薄いかなと思ったら、上の方がものすごいことになってるね、これすごくない？そういうことだね。確かにこれはちゃんと掃除しないとダメだね。じゃあちょっと掃除機かけよう。ほらー、ほらー、おー、気持ちがいい。ほらー、わ、すごい、すごい、めっちゃ取れる。じゃーん、どうでしょうか。こちらが掃除した方で、掃除して全然違うね。そりゃ空気の通り方違うだろうな。全然違う。無理やりさ、この中をさ、こう風を通すんだもんね、エアコン。あー、そりゃ電気代かかるよね、頑張るんだから。もう一度いきます。見ててください、この気持ちいい埃を取る作業。オラ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 、うわー、気持ちいい。 CM ってぐらいにこう綺麗になるね。すごい。あー、ほら、すごくない？このダイソンの中のホコリ、この量を今取ったってことなんですけど、大量だね。はい、で、これをシャワーで水洗いしていきます。ブイ、はい、このね、掃除機でどうしても取りづらいところとかね、
こう水洗いするときれいに取れるんじゃないですか。あなんか気持ちがいい。目に見えてるけど細かいホコリが本当にこうあるかないかで全然違うんじゃない。オーケー、ほい。でこれを水切ります。でこれを陰干ししていくんですが、この動画ではもう外でねこういう風にね乾かします。なんか夕方になると気持ちいいね、この天気でも、ね、なんかかっこいいじゃん。かっこいいで、そういうことね、夕日がいい感じって言ってたの。そう、なんか反射していい感じ。反射していい感じだね、確かにね、うん、やってることダサいけどね、僕ね。じゃあこれをセットしていきます。でね、今考えたら僕ね7年前ぐらいにエアコン掃除の動画出してる気がする。なんかその当時もやっぱエアコン掃除した方がいいよっていうのね、なんか話題になった気がするんだよね、うん、よし、これで簡単にセットができると。で、閉めて、これでエアコンを入れてみましょう。スイッチオン。どうだ、じゃあちょっと離れてエアコンの出見てみようか。どうだろう、わっ、もうすでにさ、うん、風量が違う気がする。うわぁ、すごい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 、全然違うよ、マジで。なんかね、扇風機みたいな風が来る。今まではなんか出てるな風がっていう雰囲気はあったんだけど、もっとなんか直に扇風機からの空気がフューって流れてくるかのような、その結構強い風が来るようになった。あー、治病大丈夫？え、ちょっとほらやってみて、もうちょっと前。あ、ここだったらね、確かに。すごくない？うん、風量が確かにね全然違うのと、あと今ね僕の家26度に設定してたんですよ。で26度に設定しててもなんか暑いなって感じだったんですけど、これだったらすごい涼しくなりそう。むしろ温度上げてもいいかもしれないね、うん、あれ、いや実際ちょっともうちょっとね、もうちょっと、じゃあちょっと待ってみようか。てて、うん、でちなみにちょっと待ってる間、最近僕が好きなカントリーマームのチョコマミで食べたいと思います。いただきます。うん、うまっ。っていうかあれだね、今チョコまみれ食べながら涼んでたらなんかもう寒い。すごいよね。いや、全然違うかも、霧が全然ね、うん、あんなにあこの部屋涼しくならないねって言ってたのにね、うん、いや、やばい、ちょっと寒いかも。寒い寒い、ちょっとエアコンの温度上げよう。でもこれが節電につながるってことだよね。へ、ね、そりゃあそうだよね、うん。いやでもなんかこんなに聞き違うと思わなかった。はいね、ぜひ皆さんもですねエアコンの掃除してみてはいかがでしょうか。電気代がお得、そして日本のね夏電力不足も解消でき、ああ大丈夫、電力不足も解消できる、さらに自然にも優しいってことでね、もういいことづくめですんで、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで今日も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。この今日のゆるい感じ、ね、どうかなと、いろいろ皆さんよかったらコメントよろしくお願いします。以上マスー TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。